皆さんこんにちは。こんにちは。商店様に使える商夫婦です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、商店様のお札の祭り方、お祭りの仕方ですね。はい、これについてね、お話をさせていただこうと思います。はい。この件に関してはね、非常に無料相談でも多くてですね、非常に結構細かなね、ことになりますんでね、大体のところでは話していこうと思うんですけどもね、細かく言い出したらね、そのご家庭によっても若干ね、生活状況によっても変わってくると思いますんでね、あくまでも基本として覚えていただければね、いいと参考にしていただければと思います。はい。まず商店様のお札というのはですね、寺院から基本授かるんですけど、そこの寺院に商店様がいらっしゃいますよね。そうですね。で、その商店様のご分身なんですね。商店様そのものだと思ってくださいね。はい。ですから決して無礼のないようにね、授かる限りはね、お迎えするわけですから、人間でもね、お偉い方を迎えるときにね、やはりきちっとしますよね。特に商店様は神様ですからね、やっぱりお迎えする限りは、それ、そのね、やっぱり心構えと、やはり作法というのがね、大事だと思いますんでね。そうですね。はい。で、その上でね、授かりたいと。思ったということはね、そのように導かれていると思いますんでね、きちっと祭りをにしてくださいね。まず最初、商店様のお札を迎える上でですね、ご自宅の中のね、どのような場所に祭ればいいのかということなんですけど、まず一つ言えるのはですね、基本的に玄関、そしてトイレ、そして寝室、これは避けるべきですね。そうですね。はい。玄関、トイレ、これも、もちろんですけどもね、例えば人間でもね、お偉い方をお迎えしてね、どうぞどうぞいらっしゃいませ、でね、迎え入れて、玄関でずっと立たしときますか？そうですね。そんな失礼なことないですよね。はい。で、どうぞどうぞって家に招いてですね、こちらへどうぞでトイレ通しますか？そうですね。わかりやすく言ってるだけなんですけどもね、寝室にしてもね、寝室っていうのはやはりね、どういうのかな、例えばご夫婦であればね、やはりご夫婦の営みもあるでしょうしね、やっぱり着替えしたりとか、いろんなことありますよね。それお偉い方の前でしますかっていう話でですね、やはり商店様の札を祀る限りはですね、お迎えする限りは、やはり一番いい部屋ですね。ポイントは、静かで、清らかな清潔感のあるお部屋ですね。そうですね。はい。これが、一つの場所の、選び方と。そうですね。はい。いうことになりますね。で、次にですね、お仏壇がある家、あると思うんですけども、結構あると思うんですけどもね、このお仏壇と商店様のお札、神棚はですね、同室は避けてください。そうですね。はい、できる限り避けていただきたいですね。はい。どうしてもという場合はですね、無料相談でね、ご相談いただければいいんですけども、基本的には避けていただいた方が良いです。そうですね。はい。で、またお仏壇じゃなくてですね、他の神様の神棚、一般的には日本神道のね、神社様で授かる、神棚がある場合もあるんですけども、多いと思うんですが、この場合はですね、別室であれば一番いいんですけども、同室でも別に悪くはないので、ただその時にもですね、やはり商店様の神棚をですね、やっぱり神座に祀ると。そうですね。はい、いうことが大事ですから、はい、はい、そこを、まずは、心がけていただければ良いと思います。はい。次にですね、場所の次、方角ですね。はい。はい。これも大事なポイントなんですけども、まず商店様のお札がありますよね。で、そのお札を、一番基本的になるのはお札の背中側ですね、背ですね。背を北向きにして、南側に向くように祀ること。これが一番良いと言われている方法ですね。はい、南向きですね、南向きになるということは必然的にお札の背は北側になるということですね。はい。はい、で、お家のね、ご自宅のその立地条件、お部屋の、間取り等々によってですね、南向きはちょっと難しいという場合は、次、2番候補として、西を背にして東向きに祀ると。
背中が西ということですね。はい。東に向くということですね。はい、で、これもダメだという場合は、うん、今度逆で、東を背にして西に向けると。はい。はい。いうことになります。で、万一ですね、南向きもダメ、東向きもダメ、西向きもダメという場合ですね、必然的に残るのは、南を背にして北向きになるんですけど、これはダメです。ダメなんですよ。はい。もし、それしかないのであれば、お札を授かることはご遠慮されてください。そうですね。はい。次にですね、高さ、うん。これもよく質問があるんですけども、やはり高い位置にっていうね、まあ目線よりも高い位置っていうのが基本なんですけど、そうなるとですね、皆さんよく勘違いされるのが、目線よりも高いですから、こう、気をつけしてですね、ピシッと背筋を伸ばして目線より高いとこ。となるとですね、もうほぼ天井近くになると思うんですよね。そうですよね。はい。で、そうなるとですね、やはりお札を祀るということはいろいろ、まあ後からお話ししますけど、お供え物とかですね、また火をね、使う場合もあり、うん、こともありますんでね、やはり天井が近いと危ないですよね。そうですね。はい。お供え物の取り替えとかもそうですし、火も危ないし。ということで、目線よりも高いというのはですね、気をつけした立った状態じゃなしに、あくまでも、拝む状態ですね。例えば立って拝むんであれば、もちろんもうそれがその通りになるんですけど、もし高さが、もっと低い方がいいのであれば、座って拝んでください。はい。座った状態で拝めば、必然的に目線も下がると思いますね。で、座った状態、拝む状態での高さ、目線よりも高くですから、まあ、そこそこの普通の棚とかね、机とかあれば十分だと思いますね。そうですね。はい。ならば、脚立とかも必要なくなりますからね。そうですね。安全だと思いますんでね。ですから、目線よりも高くというのは、あくまでも拝む時の、目線よりも言うことですからね。はい。その辺勘違いされずに、無理してね、あまり高いとこ行って、お供え物のね、こかしてしまったりとか、天井にちょっとね、火が黒くなってしまったりとか、いろいろありますんでね。まあ、その辺は注意していただければね。そうですね。はい。いいと思います。次にですね、お供え物ですね。はい。聖天様のお札を、お祭りすると。で、もう場所も決まったし、高さも決まったし、方角も決まった。じゃあ、お札を祀る。じゃあ、そのお札をもうそこに安置するだけで良いのかということなんですが、やはりそこはやっぱりお供え物っていうのは必要なんですね。で、何が必要かっていうのを、まず必須と、されるものをまず言いますね。まず、聖天様は神様なんですけどもね。よく日本神道の神様とこう、一緒になされてね。神様だから、お線香はいらないとか、いう方もいらっしゃるんですけど、聖天様は仏教の神様ですから、まずお香がいります。そうですね。はい。お線香がいりますね。このお香はですね、お線香は、香りの良いものを選んでくださいね、やはりね。皆さんが良い香りだなと感じるものを、選んでいただければいいと思います。そうですね。うん。あとはですね、煙ですね。うん。よく最近煙の少ないお線香と。多いですよね。はい。好まれる方が多くてですね。よく、こう、出回ってるみたいなんですけど、うんうん、やはりね、もし可能であればですよ。うん、可能であれば、煙は出る方がいいです。お嫌いじゃなければね。はい。もし、例えば、体に何か支障があるとかね、健康上の問題があるとか、いう場合はもう、煙は少ないものでも、全然構いませんけどもね。もし、問題ないのであれば、可能であれば、煙は、出る方がいいです。そうですね。普通にね。はい。ということをまず覚えておいてください。そしてですね、お線香なんですが、先ほども言った通り、高いところに置けば天井も近くなりますし、基本的に皆さん立てて置かれると思うんですよね。浄土真宗さんは寝かして置くんですけど、他の宗派は大体立てて置きますんで、やはりその場合ですね、やっぱり危険な時もあるわけですね。その高さによってね。そうですね。天井が近いとか。入れ物がまた小さいとかね。はい。どうしても入れ物が小さいとこう、横にね、灰も落ちていくし、倒れたら、危険ですからね。火ですから。ですからその場合、どうしたらいいか。まあ危険な場合どうしたらいいかということなんですが、まあ、
安全であれば立てていただければいいんですけど、もし危険の可能性があるんであれば、3つぐらいに折ってですね、寝かせて、お線香を焚いていただいても構いませんのでね。そうですね。はい、そこは、安全重視で行っていただければ良いと思います。はい。はい、次にお線香とくれば、ろうそくです。はい。ろうそくも、聖天様は、必要です。うん、で、これもやはり、ろうそくの方がね、危ないですからね、天井近いと、結構熱、本当に持ちますんでね、近い場合はちょっと注意してくださいね、そこはね。そうですね、またある程度の時間つけているので、うん、結構ね、天井が熱くなったり、ね、そうですね、はい。ですから、短い拝む間ね、どのぐらい拝まれるかにもよりますしね、そこはまあ、高さも調整していただいて、拝む時間も考えてですね、例えば拝み終わったら、別に途中で消していただいても構いませんのでね、たまによく途中で消したらダメなのかなという方もいらっしゃいますが、別に途中で消していただいても大丈夫ですから、拝み終わったら、安全を重視してね。そうですね。はい。安全上問題ないんであれば、つけておいていただいた方がね、それはいいですけどもね、はい。そうしてください。次に、お花です、はい。はい。これまず言っときます。造花はダメですよ。そうですね。はい。たまに造花置かれる方いましたけど、これ造花はダメですからね。はい。きちっと、普通のお花を備えてくださいね。基本的には、聖天様は色花を好まれますんでね。そうですね。はい。そこは、考えてね、その季節によってもね、いろんな花がありますから。そうですね。はい、季節のお花とかね、備えていただければ、はい、また餅の問題もありますんで、はい、選んでください。はい。華やかなね、色鮮やかなお花を備えていただければね、良いと思います。で、あと、トゲのあるお花ですね。バラとかね。はい。あと、毒のあるお花。ヒガンバナとかですね。はい。これは避けてください。はい。はい。お願いしておきます。次に、お水ですね。お水ですね。はい、これもいります。このお水というのは、毎朝ですね、一番水です、うん。うん。一番のお水を備えてください。はい。はい。これはもう必ずいりますんでね。はい。で、その一番水なんですが、特に何か特別な、祈願があるんだと。うん、皆さん祈願されてると思うんですけど、うん、その中でももう特にどうしてもという祈願がある方はですね、朝だいたい4時頃の、お水を、一番水を取られるといいと言われております。そうですね。はい。これは昔の言い伝えなんですけどもね、昔は井戸水でしたしね、この4時頃っていうのは一番清らかなね。清らかな、ね。うん。一番綺麗な水と昔から、昔は言われてましてね。はい。あとは時刻的にね、ちょうど陰から陽に変わるところですから、これから日が昇ろうとするね、一番力増し増しの時のお水なんでね。そういった意味合いもあって、祈願には4時頃がいいという、説がございますね。そうですね。ここぞというところ、起きれる方は頑張って4時頃のお水取ってみてくださいね。はい、お願いします。次ですね、ご飯。うん、ご飯ですね、これも毎朝ですね、お水と一緒にご飯をお供えしてください、はい、でご飯は朝炊きたてのご飯がある場合は炊きたてのご飯一番のご飯でね、はい、一番のご飯ですよ、はいはい、人間が食べた後のご飯もそうだダメですからねまずは聖天様に一番ですからね、でもし、ご飯もね今も毎朝炊かないと、いう方はですね、朝炊きたてのご飯がない場合は無理に炊く必要はないので、その場合は、千枚を備えてください。そう、お米を洗って、はい、軽く一つまみずつでも結構ですから備えてくださいね、はい、はい。で、例えばじゃあ、夕方にご飯を炊いたという場合でもですね、それはもう炊きたてのご飯に関しては、朝であろうが夕方であろうが夜でも構いませんので、炊いた時に一番のご飯をその時に聖天様にお供えしてください。そうですね、湯気の上がってる状態で備えるのがいいですね。はい。はい、お願いします、はい。ここまでが基本的に必須と言えるお供え物ですね。はい、あとは可能な時、できる範囲内で構わないんですが、やはり聖天様のお好きなね、三大好物、まずお酒ですね、はいはい、でお酒は基本的に日本酒なんですけど、質問もたまにあるんですけど、ね、別に日本酒しかダメいうことないですから、どんなお酒でもお好きですよ、はい、ビールもお好きですし、焼酎も飲まれますし、ワインも飲まれますし、ワイン結構好きですよ、ワイン好きですね、翔平さんはね、であと洋酒も好きです ね、ブランデーウイスキーとかですね、飲みますからね、紹興酒でも構いませんしね、そこはもう問いませんので、どっちかっていうと、聖天様は同じもんばっかりより、初物好きなところもございますんでね、いろんな珍しいお酒とかね、そうですね、その
季節のお酒とか。旅行とか行かれたらね、そのところの場所、はい、場所の地酒なんかもいいですよね。いいですね。でその時のまあ限定品とかね、いろんなまあいろんな種類をねお供えすれば喜ばれると思いますので ね、はい、参考にしてください。はい、次にお大根ですね、お大根は基本的にまあそのまま1本お供えするんですけども、まあご自宅の場合はね、やはりあのお供え台のスペースの関係でね、どうしても1本が無理なんだと言われる方もいらっしゃいますんで、ね、危ないようでしたらね、はい、その場合は、まあ、あの切ってある分でも構いませんのでね、はい、ただあの1本をお供えするときとか、まあ、切ったときでもそうですけど、商店様にお大根のお尻ってあるんですね。葉っぱがついてるところが、頭の方ですね、その葉っぱのないところ、反対側がお尻の方になりますんで、お尻を商店様に向けないようにね、はい、それだけ一個注意点です。だからあの、ね、歯のついてる方を商店様の方に縦に置く場合はね、はい、横に置く場合は別にいいですけどね、はい、あのぜひ、参考にしてください、はい、あとはまあその他ですね、例えばまあ一般的果物とかね、いうのも喜ばれますし ね、 いいですね、はい、ただまあ避けるのはやはり、もうお肉とかお魚とかね、あとニンニクとか匂いのあるものね、こういうのは避けていただければ良いと思います。はい、はい、あとはですね、その他ということでまあいくつか、言っていきますけど、まず一つお札ですね、お札はそのままお供えしても良いのか、それともお宮に、安置した方がいいのかということなんです。よく聞かれますよね、はい、これはあの可能であればね、お宮に安置してください。次にですね、そのお札お宮にこう安置できないという場合にですね、例えばこう倒れないようにするために、たまにですねお札に直接両面テープ貼ったりとかですね、する方もいらっしゃるみたいなんですけど、ギュッと壁にね、はい、あのお札に直接テープとか貼ったらダメですよ。そうですね、はい、やめていただきたいですよね。やめてくださいね。お偉い方来たのにちょっと背中すいませんよってビーってテープ貼るのと一緒ですからね。そうですね、はい、あのそれはやめてください。そしてですね、やはりお札をこう安置する場所、というのはまあこれは当たり前なんですけどもね、普段から、やはり掃除を怠らずね、常に清潔な、環境をね保つことが大事ですね。そうですね、ほこりまみれっていうのはちょっとね、はい、そこは注意してください。そして、お札をお祭りするということは商店様がそこにいらっしゃるわけですから、やはり毎日朝夕ですね、きちっと手を合わせる必要がありますね。はい、そこに商店様がいらっしゃると思えば、やはり朝起きればご挨拶されるでしょうし、寝る前にもご挨拶とかね。そうですね、きちっとやっぱり手を合わせてください。でその次にやはり御神言ね、お唱えしたりとか、うん、般若心経とかね、お唱えできるんであればよしですね。そうですね、はい、あとはその皆さんがこうご縁いただいている寺院によってね、例えば生駒山宝山寺さんとか、うん、松地山本龍院様とかね、いうところであれば、そこのお寺のね、作法に乗っ取ったね、その経本っていうのが販売されてますんでね。そうですね、こういう順番でこういうふうにすればいいんだよと、はい、いう本がありますので、ね、はい、そこはそこの皆さんがね、お祭りされてる寺院のね、作法経本があるんであればね、そこはまあ一つ購入されて、その作法に乗っ取ってしていただければよしですね。そうですね、はい、それが一番いいですね、はい、であとはですね、でたまにですね、そのお札をお迎えして、した時にですね、今私たちが言ったみたいなお水やお線香や、いろいろお供え物ですね、どうしてもしなくてはダメですかと、お札を置いてるだけじゃダメなんですかと。お札はいただきたいんですけれども、日々の例えばお水とかがちょっと無理なんだと、はい、だからまあ寺院によってね、やっぱり作法と異なりますんでね、その授かる寺院に確認していただければいいんですが、お札を安置してですね、何もお供え物せずに、ただ日々手だけ合わすと、別に悪くはないです、悪くはないですけど、やはり件は少ないですね、やはりお迎えするわけですから、お迎えして何もしないよりも、やはりお茶出したりお茶菓子出したりですね、お話ししたりとかする方が、やはり相手様も喜ばれますよね。そうですね、そこになぜできないのかっていう部分がありますよね。そうですね、ですからまあ それぞれね、 お寺さんによっても作法が違いますんでね、そこはまあお寺さんのね、作法に各寺院のね作法にのっとってしていただければ良いですが、まあ基本的にはですね、やはり授かる限りはきちっとお勤めしましょうね。そうですね、はい、できるのであればね、はい、もしできないのであればご遠慮した方が良いと思います。そうですね、はい、特に面倒くさいとか毎日はちょっと続かないとかっていうことはちょっと困りますよね。あ、それは絶対ダメですね、それはもう
100% 遠慮者された方がいいです。そうですね。はい。そういう心持ちで、怠るのは良くないですね。はい。ですから、まあ、お札をご遠慮したからといって、別に、願いが叶わないということはないですからね。そうですね。はい、逆に、せっかく授かったのに、怠る方がダメですよね。ダメですね。もちろん、お札を授かってね、きちっとお勤めできるんであれば、それに越したことはないですけど、お札を授かって、怠るよりも、お札をご遠慮してですね、日々の、祈願を怠らない方が、願いは叶いますからね。より参拝を増やすとかね。はい。そうです。ですから、まあ、実際、当方でも日々ご祈祷しておりますけどね。実際に、やっぱり家庭環境の生活スタイルによってね、お札はちょっとどうしても難しいと、逆に失礼に当たるという場合の方でも、やはりお札をご遠慮いただいてね、当方のご祈祷のみでね、祈願されている方もいらっしゃいますけどもね。そうですね。はい。願い叶ってますからね。そうですね。大丈夫です。はい。大丈夫ですよ。はい。逆に失礼、無礼する方が願い叶えないですから。そうですね。そこは安心してね、きちっと自分ができるのか否か、そこで、まずお札を授かるかどうかは判断していただければね。そうですね。はい、家族の中でやはり反対される方がいらっしゃったりとかっていうとね、やっぱり、そうですね。お祭りしづらい状況っていうのもあったりしますからね。そうですね。ですから、本当に多いんですよね、そういうのがね。ご主人様ね、お祭りしたいけど、奥様が、反対だと。まあ、これ逆の場合もあるんですけどもね、奥様が祭りだけど、ご主人様が反対だと。でそこでどうしても気を使われるんですよね。お線香を炊くのも気を使う、お供えするのも気を使う。そんな気を使われて祀られても、商店様も気使いますからね。そうですよね。はい。それやったら、まあ、ご遠慮された方がいいと思いますね。そうですね。はい。で、他の形で一生懸命される方がよっぽどいいですよね。そうです。行けるときは寺院に行ってお願いすればいいわけですからね。はい。もし寺院がなければね、もう極端な話すれば、天に向かってですね、日々手を合わせてれば、そうですね。通じますから、気持ちの方がいいですよね。うん、大丈夫です。はい。で、どうしても願いを届けたい場合は、言っていただければ、届けますから。そうですね。はい。安心していただければと思いますね。ですから、まあ、失礼のないように、できる範囲内でね、聖天様の意にかなう、信仰をしていただければと思います。はい。どうですか、皆さん。大体、ご理解いただけましたですかね、お札。またね、それぞれの、家庭事情とかによって、こういう場合どうなんだろうっていう時は、ぜひ無料相談の方からご相談いただければと思います。はい、連絡してください。はい。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこの辺で、締めたいと思いますんでね、はい、今回も最後まで、ありがとうございました。ありがとうございました。またじゃないですね、まだですね、チャンネル登録がお済みでないという方はですね、ぜひ、今回この機会にですね、チャンネル登録していただければ、私たちもね、本当に励みになります。そうですね。はい。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今回も最後までありがとうございました。今後とも聖天様に仕える祝福、よろしくお願いします。よろしくお願いします。